皆さん、こんにちは。K です。今日はですね、また引き続き iPad mini の話していきたいと思うんですけど、今回は iPad mini 6をより使いやすくするホーム画面の設定やっていきたいと思います。前々回ぐらいだったっけ？このマグセフ化して使いやすくしましょうとか、裸で使いましょうとかっていう話をして、よりあの iPad mini を使いやすくする工夫みたいなのをお話ししたんですけど、それはね、ハードウェア的な話だったんで、今回はソフトウェア的な中身の話をしていきたいなというふうに思います。で、今回は絞ってホーム画面の設定だけでやっていきたいと思います。一応ね、他にちょっとマニアックな設定とかもあるんですけど、それはちょっと次回以降でやっていこうと思います。ちょっと分けました。長くなりそうだったんで、動画が興味ある人は見てくださいという感じです。今日はホーム画面に絞ってやっていきますので、よろしくお願いします。まずホーム画面見てもらいましょう。はい、これがあの私のホーム画面になっております。iPad mini に限らずなんですけど、 iPad シリーズっていうのはこのホーム画面の設定っていうのが結構肝だなというふうに思っておりまして、なんで今 iPad mini 使ってないっていう人にも参考になる動画かなと思うので、よかったら最後まで見てください。はい、でこれがまあ私のホーム画面でして、まず一番大事なポイントとしてですね、アプリ使う頻度別に1群2群3群ってまず分けてくださいっていうところから始まります。でここがドック、ホーム画面で、ここにランチャーアプリっていうのが置いてるんですけど、まず1群をドックに置きます。一番使うものをドックに置きます。で2番目、2群をこの L 字のここに置きます。3群をこのここに置きますというふうに設定をしてあげることによって、より一番使うものはドックですぐ使えて、その次ここで使って、その次ここで使って、で極力この一面で全てを終わらせるというのが iPad mini に使う時のポイントになります。やっぱ若干 iPhone に比べてこうチュッ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 て横にしたりするのにね、ちょっと面倒くささがあるので、できるだけ一面で しましょうというのがポイントになります。まずまあ見てわかると思うんですけど、 iPad mini の他の iPad と比べてのデメリットとして、やっぱ画面がちっちゃいというところがありますけど、この画面が小さいゆえに一番出てくるこのところで言うと、このドックですね。ドックの数が あんまり置けないんですよ。置けないというか数は一緒なんですけど、置いちゃうとだいぶちっちゃくなる。アイコンのサイズがだいぶちっちゃくなっちゃう。これなんでかっていうと、実はね、こうやってね、横置きしてあげると案外、はい、そんなにちっちゃくないんですよ、アイコンサイズ。でも前回の動画かなんかで言ったと思うんですけど、前々回の動画かなで言ったと思うんですけど、 iPad mini ってね、結構縦で使うことが多いんですよね。こう縦で使うことが多くて、で縦で使うと、どうしちゃって、まあ当たり前ですけど、ドックのね、このアプリのアイコンサイズちっちゃくなるんですよ。でここにね、いっぱい入れすぎちゃうと、というかまあ11インチとか 12.9 インチぐらいにここ入れちゃうと、もうちっちゃくてマジで押せないんですよ、指で。別のやつ押しちゃうみたいなことになっちゃうということがありまして、なので iPad mini 6の iPad mini の場合はドックに置くのアプリの数がちょっと少なくなりますよというのがポイントになります。なので、ちょっとドックも少し工夫してあげないといけなくて、どういうことかっていうと、設定をね、開いていただいて、ホーム画面とマルチタスクっていうのがあるんですよ。で、ホーム画面とマルチタスクって開いていただくと、ここにドックっていう欄があります。ここで、アップライブラリーをドックに表示っていうところをオフにしてあげるというふうな方法があります。これね、どういうことかっていうと、これオンにした状態だと、これですね、ここにアップライブラリーっていう、こういう風にね、バンってこう入れてるアプリを出す、こういうのがあるんですけど、これをここに置けますって感じなんですが、これね、あんま使わないんですよね。だからオフにしてます。オフにするとその分なくなるので、アプリアイコンの余裕ができますし、なんならもう一個置くことができるという枠組みに余裕ができるので、これはね、オフにした方がいいんじゃないかなというふうに思います。その下のおすすめアプリ、最近使用したアプリっていうのはここなんですけど、これは自分はオンにしてます。ちなみにこれもオフにすると、こうやってもっと余裕ができるので、このおすすめアプリとか最近使用したアプリ、ドックに表示いらないよっていう人はオフにするともっと余裕ができて、画面アイコンのサイズ大きくできるし、逆に言うともっとここにドックに刺すことができるので、使わない人はオフでいいと思います。僕の場合ちょっと使うんで、ここはオンにして使ってます。はい、これがね、ドックの設定でして、結構ここがね、意外と肝だと思ってます。ドックちっちゃいなと思って、右側のね、さっきのこのアップライブラリーとかをオンにしたまんま使ってる人ってちょっともったいないと思うので、この設定、もし使ってる人いたら見直してみてくださいということですね。はい、これがドックの
お話です。なんで1軍はここのドックのところに置いときましょうというところです。で2軍をここに配置してください。ここまあどのアプリを選ぶかとか好きにしてもらっていいんですけど、ここが2軍になるので、できるだけ使うアプリっていうのをここにも配置してください。ここは特に何もないです。ただ好きに配置してくださいって感じです。で、ここですね、ウィジェットを置いてるんですけど、ここはまあなんていうの、カレンダー系のアプリを置いてて、これは別に置かなくてもいいんですけど、こういうふうに僕は置いてますというか形ですね。で、それからこの2段目、ここ見ていただくと分かるんですけど、ここね、これショートカットアプリのウィジェットを置いてます。ショートカットアプリのウィジェットで、これショートカットアプリのこのウィジェットを置いてる意味としては、まあ2つぐらいあって、さっき言ったようにドックのね置ける数とかちょっと少ないから、どうしても全体で置ける数が、まあ、その分ちょっと少なくなるんですよね、他の iPad に比べると。だから面積あたりに置けるアプリケーションの数っていうのをちょっと増やす工夫っていうのが必要でして、そのためにこの使ってます、このウィジェットを。まあ見て、隣で見てわかると思うんですけど、右側同じこの枠にウマ娘とスプレッドシートのこれ2個しか置けないんですよ、アプリでも。ショートカットのウィジェットを使うと4つ置けますってことで、2倍置けますよということになります。でショートカットのウィジェットの良さっていうのは、別にね、面積あたりのアプリケーションの数を増やすっていうだけじゃなくて、もう一個いいことあって、例えばこの ToDo っていうのを押すと、 ToDo のアプリにこうやって直接書き込むことができます。自分は TikTok みたいな感じのね、 TikTok じゃなくて、ね、TikTok みたいな、そういうやつを使ってるんですけど、それに直接こうやって入力することができますし、 Notion ってここにありますけど、この Notion を押すと、自分の Notion のバンってどれですか、ノートどれですかって言って、押すとそのノートが開くっていう風に設定してます。アプリの機能プラス効率化みたいなところまでショートカットは、まあ、てかそっちがメインなんだけどね、そういうことがこのショートカットができるので、これをさらに仕込むことによって一撃でアプリを開くだけじゃなくて、2個3個先の動作をいきなりボンと持ってきてもらうということができるので、まあショートカットってそういうことだけどね、そういうことができるので、これもちょっとショートカット活用してみてくださいというところです。ショートカットのこの設定の仕方みたいなところまで説明するともうとんでもなく長い動画になるので、それはね他のちょっと動画見ていただいて、ちょっと設定を好きに設定してみてくださいと思います。で3つ目、ここね、ここで何なのかっていうと、これはランチャーっていうアプリがあります。これですね、ランチャーってアプリ、これちょっと課金は必要だったと思うんですけど、課金をしていただくとこのアプリアイコンの数というのをいろいろ変えることができます。でこれに今ですね 1,2,3×4 なので12個置いてます。これも数全然もっと変えることができたりしますし、このアプリの名前が書いてると思うんですけど、この名前を消すこともできます。ここは自由に変えてもらっていいんですけど、今はとりあえず12個、今はとりあえず12個ここに置いておりますというところですね。はい、なのでこの横で比べていただくと分かるんですけど、同じ面積あたり4つしか置けないのがこっちは12個なので3倍のアプリをここに置くことができますよということがありますので、よりねたくさんアプリを置けますよと。ただですね、これ押していただくと分かるんですけど、ほら一瞬なんか黒いのが出てバンと開くって感じになるので、ちょっとラグがあるんですよ、開くのに。なのでここは3軍なんですよ。ここは一発で開くんですけど、ここはワンクッションあるのですぐ開いてほしいっていうのは置かないで、あくまで3軍の時々開くものを置いておくっていうのがミソでございます。そうすることでかなりの数のアプリを1画面に収めることができるので、横のこういうのがいらなくなりますよということになりますということですね。この3つかな、この辺がすごい重要なので、これをするだけでもめちゃくちゃ使いやすくなると思いますし、ここに関しては他の iPad でも同じことが言えるので、まあドックの表示だけかな、 iPad mini 特徴的なのはね。あとは他にも流用ができるので、よかったら他の iPad を使っている方も参考にしてみてくださいということです。で他にはですね、この横からシュイってこう出してくる、ここの部分のウィジェット、名前がわからないんですけど、横からシュイって出すところのウィジェット置き場、ここを活用するっていうのも iPad mini のと使うときにもねいいかなと思って、自分の場合こうやって、天気のアプリとか置いてるんですよね。なのでここに天気のアプリを置く必要がない、なので1個アプリを減らせるっていうのがありますね。ここにヒュッて見れるんで、でしかも一発で内容を見れるんでね、天気アプリに関してはこのウィジェットに置いておくというのがいいんじゃないかなというふうに思います。でこういうふうにショートカットもここに置けるので、さらにここを活用することでより置けますよというふうになっております。はい、これね意外と活用できますので活用してみてください。これはね最後なんですけど、アプリのアイコンサイズっていうのを変えることが実はできます。案外知らないんですけど、設定のホーム画面とマルチタスクっていうのを開いていただくと、ホーム画面の大きいアプリアイコン仕様っていうのがあるので、これをオンにすると
めっちゃでかくなります、アイコンサイズ。ボンって、ちょっと見づらいなっていう人、あのちっちゃいなって思ってる人とかだと、これを大きくすることで、まあ、5タップも防げるし、あの見やすいと思います。自分はそんなに気にならないんで、ここはオフにしてるんですけど、こんぐらいですね、はい。置けるアプリの数は変わらないんで安心してください。置けるアプリ数は変わらずに、画面のサイズだけ、画面じゃないや、アイコンのサイズだけ大きくできるっていう感じなので、ちょっとちっちゃくて見づらいな iPad mini と思ってる方は、もしかしたらこれをすることによってよりホーム画面使いやすくなるかもしれない、ので、あのちょっと紹介をさせていただきます。もうこんなもんです。でもこの1画面でどんだけ終わらせるかっていうのと、面積あたりにおけるアプリケーションの数をうまいこと調整してあげるというのが、 iPad mini においてホーム画面使う上で、あのとっても大事なことになるので、そういう設定をしてなくて結構バーって乱雑に置いちゃう、乱雑にっていうか普通に使ってる方は、よりこうしてあげるとめちゃくちゃ使いやすくなると思います。うん、そんな感じです。はい、なもんかな、うん、という感じです。でまたちょっと次回以降、もうちょっとマニアックな設定やっていきたいと思います。ちょっと面倒いかなと思うので、もう一番大事なホーム画面だけ1個でちょっと動画を作りました。で今度はね、やっていく内容としてはキーボードの設定、実はね、あの片手で使いやすくするキーボードの設定とか意外と使ってない人いるんで、キーボードの設定とかサファリのタブの設定とか、あとアシスティブタッチってやつね、 Wi-Fi モデル買った人で、でも外でちょっとテザリングして使いたいよっていう人向けにテザリングの設定とか、あとさっき言った縦持ち横持ちの話ね、これあの縦持ちをすることが iPad mini 多いよっていう話したんですけど、その話とかちょっとしたいなと思って、まあ気になる人は見てください。より使いやすくなると思うし、次に出すか分かんないけど、一応そういうの動画も次回出そうと思ってるので、よかったら気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思いますし、この動画にもよかったらいいねをしてもらえると嬉しいです、というところです。はい、という感じで今回は意外とあっさり終わったかな、時間的に。はい、ということで、また次回の動画も見てもらえると嬉しいです。 K でした。ありがとうございます。